ごきげんよう、タコッポンドです。さあ、今回もね、エープスエボリューションワールドやっていこうと思います。猿を育てるゲームというか、エンジンを育てるゲームだね。エンジンっていうのは、人間の一つ前の形で、猿と人間の間だね。早速育てていきましょうか。といっても最初の状態は、見た目猿だな。これはもう飛ばしていこう。よし、餌は?バナナ?何これ?クッキーみたいな。じゃあ、クッキーもあげてこうかな?いや、クッキーなのか?謎の餌。これは野菜の、野菜が詰まった感じなのかな?おー、ま、いろいろ食うわけだね。リトルエンジン。かわいいね。それから進化を辿っていくと、おー、今回も長そうだね。それじゃあ、あげてこうか。とりあえず、ある餌をね、どんどんあげちゃおうかな。まあ、進化によってまた、形が変わっていくと思うんだけどね。とりあえず、ある餌をね、どんどんあげちゃって。残り3つ、さあ。こっからどう成長するかな。我が子のように育てていくよ。お!立ち上がったぞ、ついに!ハイハイから立ち上がったね。成長したな。しかも見てください。立派なふんどしをつけている。いいね。じゃあ、それからまだまだじゃあ、餌あげていこうかな。さらに立派になるため。やっぱ、エンジンを育ててるからね。立派な男にしていくよ。さあ、食うんだ。まだまだ足りない。そろそろ進化かな?さあ、バナナを与えて。来た。お!馬!馬つけたか、今度は。急成長したな。じゃ、知能もだいぶ上がったね。馬を乗りこなす、エンジン。こりゃ戦えそうだね。とりあえず図鑑見てみるか。さあ、こっから、真ん中のルート行ったんだね。背筋まっすぐエンジン。ああ、成長のために、若い頃から背筋を伸ばしていったんだね。それから、騎士エンジン。でも、君からの食事は必要だよって書いてるね。じゃあ、馬に餌をあげて成長するって感じ?でも一体化してんだね、この2匹は。じゃあね、今日も旅に出ようと思います。育てた生き物をこうやってね、戦いに向かわせることができるんで。グー、チョキ、パーを選ぶ、いわゆるじゃんけんだね。じゃあ、最初は、グーでいこう。おっと、やるな。じゃあ、ここはチョキ、アイコー。チョキ、アイコー。パーに変えてみよう。おっと、アイコー。パー。何?やるね。じゃあ、パー。グー。グー。何?こいつ強いぞ。チョキ。オッケー。ようやく一発。さらに、グー。そんな!リトルエンジンに負けてしまうなんて。まだまだ。弱いね、やっぱ、この時点じゃ。いや、完全にまあ、運ゲーだからね。ちょっと今回は運がなかった。とにかく餌を与えて、それじゃあ次の進化まで育てていこうと思います。もうちょい進化だね。さあ、どうなる次の姿は。来た。馬がどうなるかだね。なんだ今の。一瞬小学生見えたぞ。おい!あれ?なんか退化してないか?服とか、あ、服を着て。だいぶ知能上がったね。服を着こなすようになったか。この前は確かまだ裸だったよね。そこがちょっと進化したのか。脳みそが増えたってことだね。なるほど。ちょっと図鑑も見てみよう。
学生エンジン。いや、まだ騎士の方がちょっとね、強そうな感じには見えるんだけど。賢者モリスの弟子になって、僕は人間の言葉と歴史をしっかり学んだよ。すごい。なるほどね。じゃあもう、人間に近づいてきたってことか。さあ、まだまだ食うんだ。いっぱい食べる子は育つからね。さあ、こっからどうなるんだろう。お、進化のようだ。おお、わあ、人間の進化か。サラリーマン風になったね。なんか可愛いな。なんかコンビニの買いに行くやな。なんか持ってるけど。さあ、ここになったわけだね。サラリーマンエンジン。でもこっから将来どうなるんだろう。学生サラリーマンと来てね。じゃあ次は、年寄ってくるのかな。それだとなんか退化してるような感じなんだけど。いやー、じゃあどんどん食わせていこうと思います。さあ、バナナを与えて、これで進化だね。大好きなバナナだぞ。嬉しそうだなー。ここまで育ててきたからね。こっからどうなるんだろう。さらに最強にしていくよ。さて。お、お、もうわけわからんな。進化とは一体何なんだ？なるほど。悟りエンジンね。ドラゴンを退治できる武術が存在するって聞いたことがあるんだ。でもなんかドラゴン狩りに行こうとしてるのか。そうか。確か人間の進化って見た目はそんな変わらないんだよね。そういうことだね。見た目は変わらないけど、知能はどんどん上がって物も使うようになっていくと。今回そういう進化になっていくわけなんだね。それと最終的にどうなるのか気になるところだけど。ようやく進化の手前までやってきました。さあ、餌だ。お、そうだ、これだ。まあ、ただ最初は確か無料で進化できるはず。どうだ？あ、無料だね。よかった。じゃあ次から星が必要ってわけだね。足りるかな、星。よし、さらに進化した。装備つけたね。いや、待て待て、これ。ちょっと待て。これ。あ、賢者エンジンになったんだね。いや、でもこうなるんだったら、いや、こいつの進化が、賢者エンジンでも良かったんじゃないかな。これ小学生とかいる？小学生、サラリーマンとか。まあ、いるか。小学生から勉強して、サラリーマンという社会を経験してから、賢者になるってことなんだね。それが人生だから。よし。さらに、餌を与えて。いや、待て、次200か。結構与えないといけなくなってきたね。ただ、星も足りるかどうかなんだよね。それじゃ、進化やってきましたね。ここまで長かったな。残り5個、あげていこう。さあ、最後の餌だ。しっかり食うんだぞ。さあ、こっからどう成長するか。え？ 10 個も必要なのか。え、5個ぐらいだと思ってたのに。急にそんな必要になるんだね、星。足りないんじゃないかな。まず、こう、90個セットは、あ、10個セットは買えないよね。1個ずつ買っていくしかないか。足りるか？いいよ。お、ああ、ここで、なくなっちゃったか、ダイヤが。進化できない。戻るしかないか。仕方ないね。
あ、なんか広告見たらサラリーマンには なれたね。あ、今日はこの辺にしとこうと思います。まあ、今日の進化はね、まあ、こっから真ん中のルート進んでいって、馬を乗りこなすと思いきや、小学生とサラリーマンと経験してきて、そして賢者までやってきました。ただね、もう一回ここまで育てるので大変なんで、まあ、今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんもね、自分だけの猿やゴリラ、人間をね、育ててみてください。まあ、僕の視聴者はね、結構ゴリラが好きな方もね、多いと思うんで、おすすめのゲームです。ではね、チャンネル登録よろしく。バイバイ。